この法案はすでに導入されている特定秘密保護法との一体運用によって安全保障に係る国家機密を経済安全保障の分野に拡大し大幅に民間に拡大活用させていくというものです。この法案はまさに時の政権が国民に何を秘密にするのか、これを決める重大な法案なんです。 裏金をやっていた派閥の全容解明がないですとか、統一協会との関わりの解明がないですとか、自民党与党の政権が国民に秘密を作っていいですかって、もし国民に聞けばそれでいいよっていう人はいません。単に経済安保の秘密絡みにつきましては、ざっくりと岸田政権に丸投げでよろしいですかって聞かれているのと変わらないですよ。ほとんどの国民の知らないうちにアメリカの言う通りにして、 国民がひどい目に遭わされる可能性が高いのではないかと。れいわ新選組、大石秋子です。セキュリティクリアランス法案について、えー。高市大臣、与党自民党の裏金問題が解決していない中で、高市大臣はなぜこの法案を審議するんですか。高市大臣。えー、この法律案が、 えー、国民の皆様の安全を守るためにも、そしてまた今後の日本経済の発展のためにも、また国際協力を深めていくためにも重要な法律案だと考えるからでございます大内昭君。この法案は、すでに導入されている特定秘密保護法との一体運用によって、安全保障にかかる国家機密を経済安全保障の分野に拡大し、 大大幅にに民間に拡大活用させていいくというものですこの法案の安全保障とは、実質的には米中対立の中で、アメリカ側の安全保障戦略に日本が組み込まれるものであり、具体的には軍事的、経済的な対中包囲網のことです。この法案はまさに、時の政権が国民に何を秘密にするのか、これを決める重大な法案なんです。 裏金をやっていた派閥の全容解明がないですとか、統一協会との関わりの解明がないですとか、自民党与党の政権が国民に秘密を作っていいですかって、もし国民に聞けばそれでいいよっていう人はいません。密室でこのようにやってるからこのようなことが粛々と進んでしまうんです。えそもそもこの特定秘密保護法は、 2013年、10年前に国会で大騒ぎになって、それで強行採決されて成立した法律なんですけれども、これを今回、曖昧にも拡大をしていく法案なのに、こんなに静かにせいぜいちょっとした修正協議で進めていくとか、この流れ自体が非常におかしい。先日の参考人質疑のときに、情報公開の行政実務もされている、長年されている専門家もおっしゃっていましたが、 そもそも政府の情報というのは原則公開です。原則公開なんですけれども、この法案は、それとは逆の発想で作られて審議されています。高市大臣に伺います。今回のセキュリティクリアランス法案については、海外の政府との機密情報のやりとりが非常に重視されていますが、この法案の完成,完成に至るまで、どの国といつから どのくらいの回数の打ち合わせが行われましたかこれ、一義的には、えー、我が国、えー、の、まあ、行政機関が持つ、まあ、情報の保全、えー、これを目指すものでございます。そしてまた、えー、日本のの企業の えー、国際、えー、共同開発などへの参加、えー、などのチャンスも広げるものでございます、海外政府との打ち合わせということになりますと、これは政府間のやり取りでございますので、まあ、詳細にお,お,お答えすることは、えー、差し控えさせていただきますが、私自身は一昨年、えー、8月に就任して以来、あらゆる機会を捉えて、えー、各国の、えー、政府関係者、 またあの、各国の代表的なシンクタンクの方も含めてです、ね、情報交換をしてまいりました、それは相手の情報を集めるため、制度の詳細を知るためでございますこの質問は質問通告していますので、具体的にどの国といつからどのくらいの回数の打ち合わせという質問でしたので、具体的な数字でお答えできる内容なのに、まあ、そのようにおっしゃらないというのがおかしいんですね。 例えば、あの、過去の答弁の方がまだましだったんですけれども、過去の答弁で言うと、こんな質問がありました。アメリカ財界からの年次改革要望書の要求に含まれていた、えー、郵政民営化法案のことで、二千五年の郵政民営化法案の審議では、政府の郵政民営化準備室と、アメリカ政府関係者との協議が、二千四年四月以降、十八回行われ、うち五回は、アメリカの保険業界関係者との協議であったと、 国会質疑で答弁しています。まあ、この程度のことを明らかにできずに、ちゃんと審査したとは言えないんです。えー、他に私の質疑だけではありませんけれども、まあ、外交と、その二文字さえあれば伏せられるような空気になってしまっているのは異常です。この法案そのものが、ちゃんとした審査がまず不可能なんですね。 懲役五年の重い罰則が絡む法案を適用範囲の詳しくは法案成立後に政府が運用基準で決めていきます。それから労働者の身元調査というもう重大な人権侵害にかかるものですけれども、この詳細は法案成立後にちゃんと閣議決定で決めていきます。国会監視の仕組みがないと指摘されて、いや、それは知ってたけど、国会で議論してくださいねとか、本日も 国民の知る権利どうするんですかに、ま、成立後ちゃんとやりますですとか、または政権の身内には甘い制度だということも明らかです。えー、これは、だからもう法案の審査でも何でもなくて、単に経済安保の秘密絡みにつきましては、ざっくりと岸田政権に丸投げでよろしいですかって、聞かれているのと変わらないですよ。だから本来ここで審議を差し戻しにするべきなんです。 ちょっとした修正協議とか修正ぐらいで、これ皆さんも成立させるんでしょうかそれで言い訳がないんです。え、改めてこの法案はすでに導入されている特定秘密保護法との一体運用によって、安全保障に係る国家秘密を経済安全保障の分野に拡大し、重要経済安保情報を大幅に民間に拡大活用させていくというものです。確かに、外国政府からの 経済的威圧、介入、またスパイ行為などに対して国民の安全を守るっていうのは、これは響きはいいんですけれども、この法案が通ったからといって国民の安全は守れませんえ。というのも、アメリカ政府からの介入に対しては、もう全然見えない透明な状態、ノーカウントにされてまして、 でただ結果として国民の実害となっているんですね。過去で言うと、例えば以下のものです。パネル、資料をご覧ください。米国、アメリカの要請として報道されてきた事象の例です。日米半導体協定。日本は半導体を中国を除いてちゃんと獲得していくと、それに仲間外れにされたらダメなんだって今必死ですけれども、1986年にアメリカ、 ののの要請で日日米半半導導体体協定日本の半導体政策の失わわれれた10年だと言われています、えー、次、普天間飛行場の辺野古移設、これは25年経っても普天間が返還されずに、辺野古の新基地建設になっているんですね。で郵政民営化と、まあ、これも日本の郵便局、郵政のことじゃないの、まあ、そうではなくて、アメリカの年次改革要望書に記載されています。 外資系保険会社に誘致資金を開放してサービスは低下しました。えー、オスプレイ爆買い、えー、制御できずに墜落、日本は世界で唯一の輸入国です。集団的自衛権の行使容認、2015年に成立しました。アメリカの戦争に日本が巻き込まれる恐れが増える。まあ、この法案も大いに関係があります。えー、それから最近、紅、え、麹、ー、成分のサプリメントということで、機能性食品というのが、 大きなニュースに事件になっているんですけれども、これも関係がないわけではなくて、これも年次改革要望書におけるアメリカの規制改和項目でありまして、まあ、ほぼアメリカの制度と似たように作っていますけれども、まあ、日本においてはアメリカの制度の報告義務さえないということが問題になろうとしています。そしてこの法案自体も、アメリカの中国に対抗する政策、対中政策、 の変更を受けて、アメリカの強いプッシュで、日本で推し進めさせられてきたものの一つです。よって、えー、先ほどの資料に書いてある実害のように、ほとんどの国民の知らないうちに、アメリカの言う通りにして、えー、国民がひどい目に遭わされる可能性が高いのではないかと。で、特にやばいのが、この法案がファイブアイズに参加するステップとされている点です。えー、ファイブアイズとは何か、 資料ですこの委員会でもえたくさん、ファイブアイズについて言及されてきましたえ、ファイブアイズとは、5つの名を意味するファイブアイズえアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5か国だけが共有する秘密情報ネットワークですえ、このファイブアイズについては、1950年代には存在していましたが、2010年えくらいまで存在自体が秘匿されていました、隠されていた。 2013年には、エドワード・スノーデンという、アメリカの国家安全保障局、NSA ですね、の職員、まあ、つまり、諜報組織の職員が、情報を公益目的で暴露したことが話題になりました。このファイブ・アイズ、電話やネット上のほとんどあらゆる活動を完全に記録保存できる大量監視システムが開発配備されているという内容でした。ここで伺います。高市大臣、この法案は、このファイブ・アイズに、 入るための必要条件となるという認識でよろしいですか。えー、全くファイブアイズとは関係がございません。ではこの法案の狙いかどうかはさておき、政治家である高市さんはこのファイブアイズに入るべきだとそのように考えられますか。それは日本国政府として判断をされるべき問題だと思います。あの私個人がどうすべきだというような話ではないと。 思います少なくともこの法律案とは全く無関係でございます副大臣の辻清と副大臣のご見解もお聞きしておきます、えー。ご自身でファイブアイズ入りを目指すべきだと公言されていますけれども、その見解でよろしいですね我が国を取り巻くですね国際情勢、一層厳しさを増していますが、政府全体の情報収集・分析能力の向上を図ることは不可欠ですが、委員申し上げた、まあ、 アメリカやイギリスをはじめとする関係国と平素から緊密に連携して情報交換等を行うこと、えー、そういったことは重要でございますが、えー、事柄の性質上ですね、お答えを差し控えますが、ファイブ・アイズ、五カ国との関係の強化についても引き続き取り組んでまいりたいと思います。大内昭子君ちょっと。イエスかノーかでは今、答えられないということでよろしいですか。辻外務副大臣。 ファイブ・アイズ入りを目指すべきと公言されているので、うん、あの政府の一員としてですね、ファイブ・アイズ5か国との関係の強化についても、引き続き取り組んでまいりたいと思ってます、うん、おいま大西亜希子君。セキュリティ・クリアランスは、2022年末に政府が閣議決定した安保三文書の一つ、国家安全保障戦略に記載された内容の一部で、またこの戦略に基づき、防衛費倍増、 武器輸出規制緩和、敵基地攻撃能力の保有などが、えー、進められています、えー。本法は安全保障戦略の一環で、その中の、えー、同盟国、同志国の情報共有の仕組みです、えー。この委員会でこの法案での質疑、参考人質疑の中でも、ファイブアイズ入りのために、このセキュリティ法が必須なのだと、えー、この法案を推進する委員や有識者の方も強調されていました。 まあこの委員会全体を通じても、もうファイブアイズに入りたいと、むっちゃ入りたいという、この、もう異常な熱気というのは感じております。でもですね、それはそういう質問をした方もそうですし、ホームページでは公言されていたりですとか、笑っておられるけど自民党もファイブアイズ入りを見据えて対象強化するって、2020年に提言されていますので、入りたいわけじゃないですか。書いてあるんですよ。公言されているんですよね。 でもそういう方々にお聞きしたいけど、アメリカに日本が重宝されてたっていう、この事実とどう向きわどう向き合われるのか、もう非常に疑問です。えー、ウィキリークスという情報サイトで2015年、えーと、アメリカの国家安全保障局の大規模盗聴事件、ターゲット東京の文書をリークし、アメリカに日本が重宝されていたことを暴露しています。はいえー、NSA が少なくとも第一次安倍政権時から、えー、次に述べ,るよ述べるような部署に、 盗聴してたと内閣府、経済産業省、財務省、日銀、えー、同職員の自宅、えー、三菱商事の天然ガス部門、三井物産の石油部門など、計35回線の電話を盗聴していたということが判明しました、これはに日本経済新聞でも報道されていますし、国会質疑にもなったんですね。 高市大臣にうた伺いたいんですけれども、この事件ターゲット東京という、まあ、つまり日本がアメリカに重宝されてたっていうことについては事実でよろしいですか。それは申し訳ないですが、所管外でございます。私はあの情報機関を持っておりません。2015年に、えー、その国会でそのような質問があって、で安倍総理は。 仮に事実だとしたら遺憾だというふうに答弁しています。アメリカにこそしっかり対等に抗議して対処しないといけないですよね。この時点で、まあ、私はアメリカの怖さを非常に感じてるんですけどね。でもアメリカだけではなく、この国も同じことを公然とやるということになるんです。ファイブ・アイズに入ったら、日本もアメリカの CIA のようなスパイ組織を国内に公然と作り出すことが求められます。産経新聞の社説でもそのように書いてあります。 すでにいろんな国々で国民監視は、ファイブ・アイズの国々で国民監視はなされていまして、ファイブ・アイズの国々が国民監視に関する国内の規制を回避するために、互いの国民を監視し、収集した情報を共有しているという指摘があります。あの、高市大臣、日本はファイブ・アイズには入っていないんですけれども、連携していると。 言われていまして、すでにそれらの国々から、この国内の日本の国民監視の情報共有はしてもらっていますかあの、まあ、ファイブ・アイズ、えー、アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドとはそれぞれ、えー、外交関係もあり、また貿易などですね、さまざ、あ、まな分野で連携をいたしておりますが、日本はファイブ・アイズには入っていないし。 今のえ日本の状況で入れるわけもないし、全くその情報提供ですとか、その国民同士のえ要は、ちくり合い、えー、ということですか、情報提供を政府に対してする、えー、そのような事実があるとは承知をいたしておりません。ファイアイアズの国々が 国民監視に関する国内の規制を回避するために、互いの国民を監視し、収集した情報を共有しているという指摘が、報道があるんですけれども、まあ、その報道を元にして、えー、このようなことはダメなんだと。だから、ファイブアイズ入りしたときに、これは日本国内の国民監視が国内の法律でできないことを飛び越えて、ファイブアイズの他の国から、 国民監視情報をもらうということが懸念されるということを私は申し上げておりまして、まず、イ e y e s という国々の中で、国民監視情報を情報共有し合っているということはご存知ですか私は知りません。はい、そして、本法案とは関係がございません。えー、本法案はあくまでも重要経済安保情報、えー、それもしっかりとですね、 それが明記されたものの取扱いに関する法律案でございます本当にファイブアイズに関係がこの法案がないのであれば有識者を参考人で呼んできたときにファイブアイズに入るためにこのセキュリティクリアランス法案が大きな要件になっているんだって有識者会議にも入られてるような方が答えになっているんですけどそれは大きな誤解だと 違うんだというのも、ファイブ・アイズに入りたいで、委員会自体もすごく盛り上がっているので、違うんだと、この法案は全く関係がないんだと、そのパズルのピースではないんだということを明確におっしゃっていただきたい、そうしないと、そういう委員会になっているじゃないですか。いやいや高市大臣 まあこの委員会の冒頭から、あの委員はですね、例えばアメリカに強要されて、日本がこういうことをやってきたというような、あの資料も配られてのお話でございますが、 あの、この法律案は、まあ、じ、あの、自民党も、あの、もちろんでございますが、あの、野党各党も含めて、えー、何年も前からですね、その、経済安全保障の強化、そして、セキュリティクリアランス制度の創設、経済安全保障版の クリアランス制度の創設の必要性。まあ、そんなことを多くの議員が真剣に考えて、えー、議論をしてこられた。そして、たくさんの経済団体からもですね、えー、ご要望があった。企業からもご要望があった。で、連合の話もしっかりと伺った。その必要性、えー、の上に立ってですね、構築をしてきて、あの立案をしてご提案しているものでございます。あの、ファイブアイズとは関係ないし、アメリカからも何にも頼まれておりません。 まあ、いろいろおっしゃいますけれどもね、明らかにファイブアイズに入る少なくとも要件にはなっているじゃないですか。えー、時間がないということですが、まあ、そのようなね、スパイ組織を公然化するような、まあ、そのような仲間に入るということは、今の仕方がない。おます。とめますね。まとめますね。まと,まとめますね。平和憲法によってかろうじて国際紛争に巻き込まれることを回避してきた、この国のあり方を変えることになります。絶対ダメです。終わります。